こんにちは、のり太郎です。今回は今から定年まで貯金を続けた場合と、こういった金貨などに、投資し続けた場合、定年退職するときに資産額がどれほど違うのかというシミュレーションをしてみました。定年の年齢というのはもちろん、今では65歳までの年金の支払いというのが検討されておりますので、65歳で設定しています。そして投資開始年齢というのは20歳、30歳、40歳、50歳、60歳の場合で試算してみました。もちろん資産形成というのは早いに越したことはないのですが、今回なぜ60歳まで入れているかといいますと、年が上がるほど投資に回せる余力というのも上がってきている場合が多いので、より高額なコインに投資できるために、定年が65歳となっている今はコイン投資の場合は60歳からでもまだ間に合うからです。ちなみに私は今年2022年で44歳になったんですが、いわゆるロストジェネレーション世代というところなので、就職の超氷河期っていうのをどう生き抜こうかとかですね、そういったところを考えながら大学院に行ったりしたして、なんとかまあ社会人になったものの、まあ、社会人になってからもですね、失われた30年と呼ばれる、まあ、日本の低成長時代を過ごしてきておりまして、初任給が30年前と変わらないという、まあ、デフレ時代っていうのを過ごしてきました。で、賃金が変わらない割には年々雇用保険とかですね、消費税が上がり続けておりまして、私たちの世代よりも下の世代っていうのはどんどん貧乏になってしまうというような、まあそういった狭間の世代になります。そしてさらにもう起きてますが、定年の延長、年金受給開始年齢の引き上げ、あとはセーフティーネットの縮小ということで、まあ、将来に対しても国に頼っては老後破綻というのが今、まあ、目に見えているというような状態なわけです。でさらに、それに追い打ちをかけるように円安、あとインフレということで、ますます、まあ、普通にサラリーマンで貯金だけしていては貧乏になるということが目に見えているんですが、まあ、今回の話ではインフレと円安っていうのはまあ加味していないんですが、コイン投資の場合にはこのインフレと円安っていうのは現金と真逆にですね、プラスに働きます。で詳しくは私の過去動画で下がる円上がるコインという動画で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。ということで、前置きが長くなりましたが、定年まで銀行預金という、まあ、日本円に、そのまま全財産を一点掛けという、まあ、実は本当はものすごく偏った投資なんですが、まあ、それと極端な例ですが、その預金を全額コインに預けた場合の65歳時の総資産のシミュレーションを比較してみましょう。でまずは月3万円を貯金した際のシミュレーションがこちらになります。このグラフです。で、20歳から始めた場合、あと30歳から40、50、60と開始年齢が続きますが、まあ、一番右グラフの右がですね、65歳で、縦軸がこの場合の総資産額ということになります。でこれでも一応預金の金利というのも複利で入れておりまして、0.001% 入れてますが、まあ、指数関数的に増えるってことは全くなく、まあ、ただの足し算のグラフになっています。でもちろん月3万円の預金では20歳から65歳まで頑張って貯金しても、まあ、老後2000万円問題の2000万円には届かず、でマックスで1620万円ということで、老後はまあ少ない、きっと少ない年金になっていると思いますが、少ない年金と、まあ、頑張って貯めた貯金を切り崩しながら、まあ、切り詰めて生活をしていくというところになるかなと思います。でましてや当たり前ですが、貯金を始める年齢が遅くなればなるほど自利貧になっていくというようなグラフになっています。
そしてそれはインフレがこれから35年も起きていない想定でこれですから、まあ今インフレ起きてますが、物の物価が上がってますが、まあ、インフレが起きたら積み上げてきた預金の金額はどんどん目減りしていくというシミュレーションの結果になっています。まあこれはよく聞く話なんですが、まあ、日本の一般常識では35年の住宅ローンを組んでそれを返済しつつ、この預金ができたら、まあ、称賛されるというレベルかなと思うんですけど、まあ、円に貯金することも投資なんですが、まあ、聞いた話ではですね、この投資方法が一番リスクが低いと固く信じている人が日本には多数派というのが現状です。で、私から見たらこれはインフレに耐えられるとはとても思えないので、相当リスクが高いと思いますし、あと足し算でしか増えないこういう資産形成モデルでは、定年退職後の、まあ、国からの年金に頼るしかないというのも、それも相当リスクが高いと思うんですが、まあ、そう思うのは私だけなのかなと最近思っております。まあ、周りにはあまり理解している人はいないような状況になっています。さて、まあ皆様絶望されたかと思いますが、気を取り直しまして、同じ額のコインに投資したらどうなるかっていうのが今日の本題になります。で、コインの年間の値上がり率ですね、何パーセント値上がるかっていうのは、私の過去のアンティークコイン解析という、動画で出てきた全てのコインの値上がり率の平均を取って、計算しますと 36.19% という計算が出ました。もちろんこれより値上がり率が低いのもありますが、逆に 100% を超えるぐらい値上がり率が高いものもざらにありましたので、まあ、この平均の値上がり率でもそれほどおかしくないかなと思います。で、この 36.19% の値上がり率で65歳まで、コインを一切売らずに月3万円でも、まあ、あと年間36万でもどちらでもいいんですが、ひたすらコインを毎年毎年貯めていくとどうなるかっていうのを見てみましょう。それがこちらのグラフになります。で、パッと見て上にグイッと上がって指数関数的に増加しているのがわかると思います。そして左側の軸の数値を見ていただくとわかると思いますが、先ほど貯金で超えられなかった2000万円っていうのは簡単に超えてしまいまして、まあ、5000万円単位のメモリとなっています。で、保持しているコインも、買ったコインも毎年 36.19% で上がっていくので、コインが増える ほどどんどん増えていくというのがこの計算になります。一応計算式はこんな感じです。で、計算式には複利計算ではなく、金貨は単利、36% が毎年積み上がっていくというような単利計算になりますが、まあ、コインの数が増えるとそれぞれに 36.19% に利益が乗っかっていくという計算になっています。そしてお気づきでしょうか、20歳から毎年値上がり率が 36.19% ぐらいのコインを36万円買っていくだけで、65歳にはなんと総資産は1億円を超えて1億5739万円になってしまいます。で、先ほどの貯金1620万円とは10倍ぐらい開きがあります。そして税金は維持費、税金とか維持費がですね、コインを保持するだけなら全くかかりません。そして何より金や銀などの貴金属はですね、5年以上保持すると、まあ、簡単に言うと税金が半額になる、まあ、金持ち優遇制度っていうのが日本にありまして、販売価格から原価を引いた課税所得金額っていうのが半額になると、まあ、利益を半額にした分に税金をかけるという、まあ、恐ろしい制度があります。なのでざっくり計算ですが、65歳時に全てコインを売却その時点でしたとしまして、1億5700万の課税所得金額が、まあ、7000万ぐらいになりまして、
そこから所得税の最高税率 45%、まあ、一番高いところでざっくり計算しても最終的な残金というのが1億2500万、まあ、これ以上ちょっと上がると思いますが1億2500万円が残ると。でこれでいきますと、先ほどでは達成できなかった老後2000万円問題の2000万円であれば14年で達成してしまいます。で20歳から始めればなんと34歳で達成してしまいます。で私のように40歳から始めても54歳で2000万円は達成です。50歳から始めたら64歳で達成できます。で60歳から始めてどうかと言いますと、月3万円投資にするだけでは、まあ、489万5964円ということで、税金、まあ、5年以内なので税金は優遇されないんですが、それで、所得税課税したとしても、まあ、20% で済むので、437万6000円ぐらい残ります。ただ60歳から始める場合は、最初にもお話しました通り、まあ、月10万円ぐらい、まあ、年間120万円ぐらいお金をかけても、まあ、いけるかもしれないということで、その場合どうなるかと言いますと1631万9880円ということになりまして、所得税を引くと1129万7000円になります。そしてさらに50歳ちょっと前倒して50歳から10万円で年間で120万円コインに投資すると、65歳の時にどうなっているかと言いますと、このように7826万2000円台となりまして、所得税を引いてもなんと6848万3000円ということで、50歳からコイン投資を始めれば月3万円で投資しても1900万円ぐらい貯まりまして、まあ、2000万円に近い金額になります。で月10万円50歳から投資すれば6800万円ということで、かなり余裕な老後資金が確保できると。でまあシミュレーションついでにちょっと非現実的な話ですが、月10万円他の年代から毎月コイン投資するとどうなるかというのがこちらのグラフになります。なんと20歳から毎年120万円コインに投資し続けると65歳には5億円になります。で税引きで4億1800万ということで、大富豪になれてしまいます。で30歳から、毎年120万円コイン投資すると65歳には3億、まあ、宝くじ1等分ぐらいになります。で、ね、税引き後2億6700万円が残るということになります。で40歳から、やると1億8300万税引きで1億4900万ぐらい残ると。40を超えてからでも65歳時に億超えの資産を得ることができるようになるという計算になります。そして今までは自身で資産を形成する場合のシミュレーションの計算でしたが、まあ、もしも、まあ、お金持ちの方で、資産同棲、なくなったら国に税金でいっぱい持ってかれてしまうので生前贈与を考えたいという方向けのお話ですが、お子さんとかお孫さんに生前贈与する場合であれば、まあ、年間110万円の控除が使えますので、まあ、120万ぐらいのコインを買っても足が出た、まあ、10万円分から贈与税引いても、まあ、微々たるものなので、まあ、それを逆にしっかり払ってしまえば綺麗な贈与になりますので、それをしっかり払って毎年例えば生まれてから20歳まで20年間、孫とかですねお子さんにコインを贈与すると贈与額が2400万になるんですが、まあ、計算上コインの総額っていうのが1億2500万円と、2400万円かけて1億2500万円なんで1億円ポンと
湧き出てくるような感じになります。まあ税引きで、まあ、1億400万ぐらいになるんですが、まあ、そういう計算になってしまいます。まあ、そこで売ればなんで、まあ、売らずに持っていればどのまた値が上がっていくということになります。で最後の売却時に手数料ですね、まあ、いろいろ手数料が発生するんですが、まあ、どこで売ればいいのかっていうようなお話はちょっとまた別なお話になりますので、次の機会にお話ししたいと思います。ということで今回のお話以上になるんですが、まあ、皆様のご感想いかがだったでしょうか。まあ、ぜひコメント欄に感想とかご意見もいただけたらと思います。まあ、こういった将来のシミュレーションの計算っていうのはですね、机上の空論となることが多いんですが、まあ、コインの値上がり率 36% というのはですね、決して非現実的な話ではないと思いますし、まあ、それ以上に値上がりしているコインもたくさんありますので、まあ、このシミュレーションも決して現実離れしていることではないのかなと思います。ただ、この金貨銀貨をですね、リスク資産と思ってしまう日本人、まあ、そのとても残念な思考回路というのを何とかしたいなと私自身思っておりますので、まあ、これをご覧になっている皆様はですね、この私の動画でもいいので周りの人にぜひ伝えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。